松井康幸は、戦国時代から江戸時代前期にかけての武将。松井正幸の次男。子に、京の、沖永。幼名は新助、伊助。官位は、沢渡守。天文19年、室町幕府幕臣、松井正幸の次男として、京都郊外の松井城に生まれた。母は、荒川寺部、大助住信の女。 はじめ、第十三代将軍、足利義輝に仕えたが、永六の変において、主君、義輝と、兄、勝幸が、三好三人衆らによって殺害されると、幕臣の細川藤孝と行動を共にし、後に、織田信長の家臣となった。天正九年、織田氏の家臣、橋場秀吉が、鳥取城攻めを行った時には、水軍衆を率いて参戦。 秀吉方の付け城に兵糧を入れる一方、鳥取城に兵糧を運ぼうとしていた毛利水軍を撃退し、毛利氏家臣、鹿野足元忠を討ち、その勢いで、放棄、白城を攻めるなど活躍。この功績を信長から称賛されたという。その後、藤高は、丹後国の領主となり、安行は、丹後松倉城を任せられた。また、この頃に安行は、 細川氏の家臣になったと言われているが、初めから藤高の家臣であったとも言われている。天正十年の本能寺の変後、藤高が出家するとこの忠興に仕えた。主君、忠興が秀吉に従うと、豊臣氏による富山の役、小田原征伐、文禄、慶長の役に参戦している。特に、富山の役では、水軍衆を率いて活躍した。 また、主君、忠興が秀吉から関白、豊臣秀治の無本連座の疑いを受けると、安行は秀治からの借金の返済や秀治縁者に、貸していた、忠興の娘、お長差し出し応急に対して奔走し、事なきを得た。これに感謝して忠興は、娘、古法安行の次男、慎太郎の妻とした。慶長5年の関ヶ原の戦いでは、 忠興と共に徳川方に組みした。これに先立ち、家康に、無本の疑いをかけられ、窮地に陥った忠興を救うため、久組浜徳山の、この城の工事付けを家康に献上させ、難を逃れたとされ、その令状と思われる文書が尿意地に保存されている。関ヶ原の戦いでは、安行は、忠興の飛び扉であった文後き月城に、城代。 ありよしとともにおり、単語へ戻る。よう、沖より命を受けるもすでに戻れる。状況下になかったため、きつきに止まった。そして攻めてきた、大友義宗の攻撃を防ぎきり、救援に来た、黒田助水と合流、石垣源の戦いで勝利した。この功績により、戦後、忠沖より2万6千国の地行と、早見軍の御領所1万7千国を預けられた。 慶長17年、死去。去年63。着男の長男、京野は、朝鮮出兵において戦死していたため、家徳は、次男の沖永が継いだ。優れた茶人でもあったと言われている。子孫は、代々徳川家敷さんの身分を持ち、熊本藩の2万8000国の筆頭画廊であり、さらに代々日後八つ城城主に封じられた。ありがとうございます。